高速脈際情報情報センターの鈴木さん、お願いします。はい、首都高速道路は5号線が事故のため混んでいます。5号線下りの板橋本町付近ではトラックが横転する事故のため早稲田付近までの渋滞、竹橋から戸田南までは1時間7分かかっています。この事故の影響で反対の上り線も板橋本町を先頭に3キロの渋滞、この他上り線は五国寺から竹橋にかけての渋滞です。戸田南から竹橋までは48分です。湾岸線千葉から横浜に向かう西行きは辰巳ジャンクション付近、まだ原因は分かっていませんが車が止まっているため千鳥町までの渋滞、市川の千鳥町から空港中央までは36分です。一方、東名高速道路下り線は相良牧之原インター付近工事のため5キロ、反対の上り線は首都高速への用賀料金所で2キロ渋滞しています。道路交通情報センターでした。はい、鈴木さん、どうもありがとうございました。交通情報、次は11時30分頃お伝えいたします。今日はオープニングリクエストのところでね、とあるスキー場のゲレンデでかかるちょっと不思議な洋曲という感じでお送りしたんですが、ファックスをいただきました。ファックスネーム、イボレーさん、調布市の方ですけれども、一生のお願い、例のスキー場バラしてください。言えないのよ。言えないっていうか、やっぱりね、言うとね、やっぱり傷つくじゃないですか、ゲレンデが。そのゲレンデ、うちの主人のためにあるような気がするんです。主人はまだ30歳のくせに TRF もシャランキューもドリカムも若いもの音楽はわからんと言い放ち、テレビの番組はジュニちゃんの演歌の花道ぼやりなんです。たまに特番でシックスティーズとかやってたらもう嬉しいって、そんな方なんです。連れて行ってあげたいんです、ということなんですが、自分で探しましょうね。新潟のゲレンデ、しらみつぶしに一つ一つ行ってみてはどうでしょうか。坂上からのアドバイスでした。さあ、この後はディアフレンズですけれども、11時30分から小田急ミュージックブレイクは U から始まる名前です。お楽しみに。なんだそれは。